皆様お待たせいたしました、今シーズンもこの企画やっていきたいと思います。じゃあみんなでご一緒にワンゴール夢をお届けプロジェクトということで、はい、始めていこうと思うんですけれども、今シーズンですねちょっと、大変遅くなってしまいましたけれども、まあ、これからですね1ヶ月の試合をだいたいまとめて放送をお届けしていこうかなと思うんですけれども、その方がねやっぱり見やすさもあったり、あの選手への負担も少なかったりということで、そういう形を取っていきたいなと思うのと、あと一つ嬉しいことが皆さんあります。なんとこのワンゴール夢をお届けプロジェクト、たくさんこう長い期間やってきたんですけれども、なんとこれまでのこの実績だったり、この映像を見てくださったある企業の方が、はい、こちらです。50球ボールを、私どもが出しますとサポートしてくださいますということで、なんと50球提供していただきました。それが、株式会社アルナ様ですね。はい、これはフレームとか、額縁を作ってる会社になるんですけれども、さあということで誰に向こうって喋っとんねん、一選手来てくださいました、よろしくお願いします。誰に向かって喋ってたんですか今。今はあの視聴者の皆さん、あ、視聴者の皆さん、いや今日に態度変わります。態度変わります。藤本です。はい、藤本の選手、はい、どういう企画ですかこれは。どういう企画、はい、去年も出ていただいていますけれども、うん、ワンゴール夢をお届け、今年も2024シーズンも、はい、今年はちゃんとやろうかなと。あ、感謝ね、全力感謝をしていただいてますけど、はい、ありがとうございます。あのテレビの前でも、あ、テレビ、そうね、テレビ、はい、YouTube ね、 YouTube の、はい、はい、ありがとうございます。皆さんに、ね、お礼の感謝、画面の前で、うん、お礼の感謝ではなく、はい、いつも応援してくださってる皆さんに僕は感謝です。あー、すごいね、はい、その感謝がまたね、頑張れる原動力になります。そうですね、去年ちょっとクレは、はい、あのまとめて、はい、サボですね、サボ、はい、まあ、そうし、そういうことにしときましょう、はいはいはい、あの関係で結構最後ちょっとバタバタってなってしまって、はいはい、すいませんでした。今年はあの1ヶ月、はい、1ヶ月に、はい、しっかりやっていこうと思います。じゃあ今日は、今日は3月4月分、3月、4月、はい、開幕が1試合だったんで、うんうん、あ、違う、2月3月分ですね、2月3月、はい、うん、もう2月3月の男といえば藤本濡れ気じゃないですか。まあ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 、開幕戦言っても過言ではない。今年はね、去年と違って、はい、でも自らがゴールを奪ってやろうみたいな姿勢が去年より見えてるなって感じ。おお、いいこと言うね。でしょ、しかもちゃんと見てますね。めっちゃ見てます。素晴らしい解説が。試合終わるたびに、はい、2試合分、うん、180分、はい、試合見てます、ね。おお、はい、まずは、はいはい、群馬戦、開幕戦、振り返るゴールだけね。はいはい、ゴールだけ、オッケー、あの同点ゴール、うん、まあ開幕戦どうなるかなっていう不穏な空気が流れた中で、はいはいはい、あのもう腰がちぎれるんじゃないか、外れるんじゃないかってぐらい、ね、一周回ったもんね。でしょ、うん、いや一周回ってないよ、こう一周回して回して、だから2回回ってるってことだ。あ、2回ね、うん、ここで回して切ってるから2周回ってるから、2周回ったということにしておきましょう。ね、両ひねってあれニアにぶち込みましたね。いや、どうしたのあれ、とお、パンと取るじゃないですか、はい、取って前向いてここに置いた時に、お、置いたよね、こっちに誰か、レイか誰かが走ってて、おお、見えてた、あれ、はい、走ってるわと思って思ったけど、ここにあったから、あ、ボールがね、前にね、はい、出されへんなと思って、いや、もうこれはもう打つしかないと思って、で敵も見えてて、敵がファーにちょっと隠れてたから、うもうこれひねってこっちしかないと思って。なるほどね、はい、あれ相手も意表つかれてたもんね。マジっすか。多分キーパーもファーに来ると思ってたから、うんうん、あんまり反応がちょっと遅れてたから、はいはい、あ、確かに確かに、すごかったね、うん、あんまり急速なかったですもんね。急速、そうね、ね、あんまりヒューって入ったから、最高です。藤本の良きじゃないと打てないのかなと思う、はいはいはい、2周、うん、腰2周シュート、腰2周シュート、はい、皆さん練習してください。はい、練習できませんね、はい、そして次、はい、次何やったっけ、千葉戦、はい、まずは先制ゴールか、先制同点ゴール、どれでしたっけ、まあ、トレ選手がいいインターセプトして、うん、あれは流れが良かったね、めちゃくちゃ、うん、みんなのいい守備から、はいはいはい、谷選手がカットして、で、レイ君で、ゴリにっていう、あれ、鹿児島が全部キュッと詰まってましたね。あ、鹿児島が、目指してるゴールとか、なんか、うん、なんか取られても、こう、リアクションでこうバンバンって跳ねて、よかったよね、はい、で、こう、外されてもこうバンバンっていって、で、入ったところを取って、はい、そこからもカウンタートントン、すごかったよ、はい、もう藤本の言えばっていうゴールでしたね、はい、ワンタッチゴールですね、うん、あれさ、レイ君のパスショット若干弱かったね、はいはい、あの時の体の動き、ちょっとボール寄って触りますよと思わせといて、体、ね、そう、うん、あれ狙いました。サッカーやってた、めっちゃすごい、サッカーやってた、すごい、めっちゃすごい、なんでそこまで見えてる、サッカーやってた、一緒にプレーしてました、いやいや、やってた、やってた、ちょっとね、髪型が変わってないで、ちょっともう皆さん知ってるかな、坊主時代、ここに
出てますけど、坊主時代ね。出てるから、ここに、はい。坊主時代ね。少女時代みたいに言わないけど。坊主時代のタロンさんやったから、ちょっと印象がちょっとちゃうから。そうね。ちょっと俺も一皮向けて。はい。だから、あ、そういうところに見えてるんですね。そういうところまで。一応サッカーちゃんと見れるようになりましたね。はい、昔はもうね、本能で魂でやってたから。ちょっとゴール振り返りましょうか。えタマさんのさ、振り返りじゃなくて、タマさんの現役時代振り返り。振り返りは誰も興味ない。あ、ワンタッチゴール、うん、シュートはもう流し込むだけって感じですね。なんっていう感じだった、うん、でもちょっとグッて来てたから、キーパー結構早かったじゃないですか。いや、そうあ、蹴るわと思ってかわそうかなと思ったけど、あ、そこまで考えてた、はい、だからこう、出が早かったから、結構いいキーパーでしたね。だからでも上手かったよ、はい、あのキーパーの脇下とか、はい、一番手が出ないところ、はい、素晴らしいゴールでした、うん、ありがとうございます。そしてその試合に2ゴール目、はいはい、今シーズン3ゴール目、うん、あれは PK 獲得シーンが良かったですね。それを聞きたい、はいはい、ノリがもうパッて見て走り出した瞬間綺麗に出てきたでしょ。そうっす、とりあえず渡るがもうフリーやったじゃないですか、ポンって前のハーフウェイぐらいで、渡るの運び方的に、こうスピードアップというよりかは、ラストパス出したそうな運びやったじゃないですか。逆にね、はいはい、渡るとかじゃなかったらこうバーッと運びたい、はいね、はい、フリーやからね、うんうんうん、運びたいけど、バニラーッとスピード上げたね、侵入したい感じだったけど、渡るがちょっとこう晒しながら、パス出したいい感じやって、はいはいはい、やったから、あ、出せんねやと思って、ライン舐めて走ってたね。どっちでもいけるよみたいな、はい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 、なるほどね。多分相手も多分、あ、スピードダウンしたなっていう感じ。あ、でもあとはで、あとはもう緩急で、だから渡るからすごいボールが、すごかったね。でもあれ危なかったでしょ、実際めっちゃ痛かった。あれはよい左足でさ、めっちゃ痛かった。あ、やっぱ痛かったの。めっちゃ痛い。いつも俺演技って思ってたから。めっちゃびっくりした。よかった。グンって入ってる。だってキーパーもね、石多分ダブルで行かせた。ああ、確かに。いや、でもすごい。で、PK も、ね、しっかり。久々に見ました。久々に見ました。コロコロ。はい。久々に見ました。しゃ、なんで言えてないですか。はい。久々に見ました。もうわざとや。ああ、そこまで行ったら。はい、久々に。よ、久々に。はいはい。でも、前のシーズン。うんうんうん。J3 の時前のシーズンはね、同じ場所で、ね、はい、右に外してましたよね。はい、ちょっといあ、やめとこ、言い訳はせんと、外したもん外したからね。で、今回は、はいはい、今回めっちゃ見てましたね、キーパーを。まあまあ、だって最後、珍しいんですよ。何か、だってボール見てないもん、最後ですよ。あれできない、無理。あ、できない、うん、練習したらできる。だから皆さん練習してください。練習したら絶対できるんです。はい、しないとできないし、で、キーパー最後まで見てましたもんね。はい、だってね、昔の僕を知ってる皆さんはね、あれが藤本の PK ですから、はい、ですか。練習でも外したこと見てないから、見たことないから、はい、去年はね、去年初めて見て、びっくりしてた、あれっつって、はってみんなが言いましたスタジアム中が、はっって何してんねんっつって包まれましたね。まあまあもう、あの試合勝ったんです。あ、そっかそっか、はいはい、それがまだ持ってました。緊張したでしょ、あの場面。さっきあの場面、いや、だって勝てば勝ち越しゴールじゃん、バチ。いや、なんかね、これは、多分僕らにしか分からへんけど、かもしれへんけど、うん、1点決めてるから。あ、また感覚が違う、うん、俺も一応ちょっと分かるけど。分かります。一応選手やってたから、はい、そういう場面たくさんあったじゃん、うん、藤本紀明の PK って、はいはいはい、で、なんか1点取ってる時の、はいはい、この気持ちの余裕と、またなんか、ね、ありがとう、ま、ちょっと今シーズン初ゴールになるとかだったらまたなんかね、全然こうちょっとあったかもしれない。そうだね、うん、その余裕が今シーズン今3ゴール、はい、ありがとうございます。まだまだシーズン残ってますから、はい、リーグ得点をもちょっと狙っていきながら、はい、そうですね、ね、うん、今年はちょっと狙ってほしいなと思う。そうですね、そうですね、2桁、うん、はい、とかに収まらずキャリアハイをまで目指せるように頑張ります。キャリアハイね、24ゴール、はい、です。超えるということで25ゴール頑張ります。花戸選手の背番号を目指して頑張ってください。ですね、はい、その場合は来年あの25番つけて、はい、いやいや、おかしいです皆さんユニフォーム買うの大変になるから。じゃあ今年はダーツなし、いきましょう、ダーツなしで、いきましょう、いきましょう、いきましょう、ダーツないですよ、はい、いきましょう、ダーツないので、どうしたどこに出てたら、ダーツじゃない。で、見て見て、ボール何ですか、ボールスポンサー、ミカサボールって、じゃあ そっちやな、こっちね、え、ボールスポンサー、株式会社アルナさん、はい、額縁とか、あのそういう会社さん、ウィズマイハート、そう、フォトフレームとか、ウィズマイハート、ウィズマイハート、あなたのそのハートと思い出に寄り添えますよっていう、私のハートが、はい、ハートが、あ、アルナさんが、そうなんです、ありがとうございます。50球提供してくださる、え、50球もこのボールが、だからあの皆さんに今から抽選で引くところに届くということで、はい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 、なので今回、3ゴールなんで、はい、3個
うん、そう、これが新しくね、アルナさんが入ってます。ありがとうございます。はい、もう50球よろしくお願いします。いやいや、ノリが言ったらこれ来るんじゃないですか。もう、はい、もう50球。だって天気いっぱい取るもん。そうだよ、ね。はい。足りなくなっちゃう。足りなくなっちゃうから。あと50球。はい、皆さんよろしくお願いします。株式会社アルナさん。ワンゴール夢をお届けプロジェクトとは、リーグ戦でゴールが決まるとワンゴールにつき株式会社アルナ様ご提供の呼吸のサッカーボールを選手が抽選で当てた鹿児島県内の小学校または施設に寄贈させていただくという夢プロジェクトです。じゃあ抽選、はい、藤本選手には3個これから聞いていただきます。いいっすね、はい、お願いします。今回ちゃんと混ぜてありますから。何が出るかな、はい、何が出るかな、何が出るかな、ちょ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 、はい、ちょちょ、デジャブデジャブ、去年の暮れのワンゴール、あれね、これで尺めっちゃ取ったから、大変やったから、編集泣かせ、いや、ノリのせいで、あれ1本の動画じゃなくて2部制になったから、編集泣かせ、はい、編集泣かせ、3個、ね、3個、はい、取って、何も入ってないやないかい、めっちゃ入ってるやないかも、何も中入っとらへんから、めっちゃ入ってるやないかも、めっちゃ、あ、入ってる、はい、手の感覚大丈夫かも、何ゴール、何ゴール、3ゴール、何ゴールか、自分が決めた数だからね、え、全部で何ゴール、全部で8、じゃあ8行こうかな俺が、いや、いい、いい、もう引っちゃうから、待ってる人もいるから、あ、そうかそうか、早して、くー、早して、楽しみ、頼む、母校、母校、頼む、あ、あるある、え、あるん、そうなんですよ、え、マジ、今年こちらのカード、はい、じゃん、あなたの母校に届け、お届けします、こちらのカードが入っ10個入ってます、10個、これを引いた場合、出身の小学校に、なるほど、はい、ボール5球届けられますんで、ありがとうございます、なるほどなるほど、それ言ってくるの、今入れました、言ってくるの、いや、もう忘れてました、危な、説明しようと思ってオープニング撮ってたら、あなた、はい、あなたが来たから、え、鹿児島市の小学校、めっちゃ待ってるから、鹿児島市の小学校全部何個何個何個、全部鹿児島市何個、だっていいよ、3、400ぐらいあります、500、400だ、えやば、さあ行きましょう、はい、1個目、1個目、1個ずつ引くね、はい、オッケー、伊佐市、お、何これ、伊佐市立何 A、 何 A かな、何 A 小学校、間違えた、すいません、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、ここにあの振りかな振ってくる、はい、出てますね、はい、おめでとう、何 A 小学校、素晴らしいです、3個目、はい、お願いします、あと8個だけ、あと7ゴール全部引かないで、自分のゴールだけって言ったから、あと2ゴール分、あと2ゴール、はい、よし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 、すごい、ま、頼む、またこれ一発じゃ終わんない、そうだね、はっはっはっ、お、来た、じゃあ、重なってる、うわ、今、今、はい、来た、何しこれ、お、総司、総司、めっちゃかっこいい、総司、こう、工事、工事、こう、あ、工事小学校、この間行きました僕、嘘、はい、すごい、公園市にね、めっちゃすごい、工事小学校おめでとうございます、なんか縁起良さそう、いやいや、光の神、うん、光の神、工事小学校、すごい、いや素晴らしい、ありがとうございます、なんかいいのを引いた気持ちになりました、しかも公園小学校の地域も別ね、はい、総司と久し、上手、すごいすごい、じゃあじゃあじゃあもう一個、ラスト、ラスト、ラストです、ラスト、ラスト1個、はい、あ、藤本選手、うわ、混ぜに混ぜてますからね、去年はね、離島が結構多かったんですね、あの年末に取ったワンゴールは、痛い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 、噛まれた噛まれた、何何何、ボックスに噛まれた、ボックスに、ボックスに噛まれた、ドラクエ、ドラクエのあの、いるいるいるけど、ドラクエのほら、ひと食い箱です、あ、ひと食い箱、そのままやないか、ひと食い箱、そのままやないか、これひと食い箱なってんすか、違う違う、早く引いて、え、練習終わって選手なだれ込んでくるから、はい、はい、ラスト、あ、違う違う違う、8ゴールの2、あと5 鼻水出ましたね、あと、あと1ゴール出します、自分の3ゴールだから、今2個引きましたから、じゃラスト、はい、ラスト、来い、みんなね、みんな来い、願ってください、自分の母校、母校長、学校、お、来た、南九州市立、お、勝目、そうだね、そのまま、勝目、勝目、勝目小学校、はい、南九州市立勝目小学校、おめでとうございます、これは、田野さんが持って行ってくれるんですか、よくぞ聞いてくれました、はいはいはい、今年から、はい、10ゴール目、はい、10ゴール目の学校は僕がお届けに行きます、10ゴールずつってこと、10ゴールずつ、20、30ってことです、です、です、なので、はい、あと2ゴール5ってことね、そうなんですよ、あと2ゴール5の学校を引いて、そこは僕が持って行きます、でも多分、はい、多分そのコメント欄荒れますよ、 なんで荒れる、マイゴール持ってこいよって多分荒れますよ、マイゴール、マイゴールごとに持ってこいよってコメント、わーって多分、いや、マイゴールごとに持っていくってなると、うんうん、現実味がなくなってしまうんで、何がスケジュール的に、スケジュール的にちょっと、でこれはまた大変だね、多分だからなんなら離島でも10ゴール目だったらちゃんと持っていこうかなと、うんうん、期間はちょっとずれるかもしれないけど、あ、はいはい、あ、なるほどなるほど、で、特別感も出るし、確かにね、はい、ということで藤本選手、はい、
10ゴール目は10ゴール目決めた人と行けばいいんじゃないですか、はい、それができるんだったら行きたいですね。ね、はい、やったらなんかじゃあそれはちょっと要検討で、うん、はい、なんかね、それこそ特別感あるんです。10ゴール目だったら行く行く行く全然行く。本当むしろ行ってもいいもん。もう嬉しいこと言ってくれますね。いやほんまほんまほんま。でも日々忙しいですからね。いや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 、うん、そんな未来の小学生のためなら全然持ってきます。いや素晴らしいこと言ってくれますから、あのちょこれは要検討ということでですね。その時はぜひ、はい、よろしくお願いします。いつでも行きます。はい、ということで、はい、藤本典明選手ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいチーム得点を夢のお届けプロジェクト、はい、ありがとうございました。よし、じゃあ続きまして、続きません続いた、まあ、呼び込みましょうかですね。いやもういいですよ。なんでこの後なんか言ってくれてもいいですか。なんで MC だ、俺 MC じゃない、だ田野さんじゃ、せめてサブで言ってくれ。取られるから本当に怖い。お願いします。さあこちらの選手も来ていただきます。ありがとうございました。押し出されます。すいません、押し出されます。ありがとうございました。さあ来ていただきました西野選手、よろしくお願いします。お願いします。このテンションの差ね、これがまたいいじゃないですか。いや西野選手どうですか、鹿児島生活慣れました。だいぶ、はい、本当ですか。住みよいです。僕はもう鹿児島の久保建英が渡るくん、鹿児島の堂安律が西堂さんかなと思ってるんですけど、いいということです。頑張り、結構意識したりしてます。いや、してないです。してないですね。それは失礼しました、はい、さあということでもうゴールを振り返ってもらおうと思うんですけど、鹿児島の田野さんといえば藤本典明、ちょっとよくわかんないんで、はい、流していきましょう。この間の千葉戦4節ですかね、千葉戦の4ゴール目ダメ押しゴール決めていただきましたけど、決めた後にちょっと失礼ながら、あれ初ゴールだったなと思って。あ、はいはい、はい、そんな感じしなかったんで。いや初っす。初なんすね。いやしかも古巣相手、はい、昨年まで、ね、レンタルで在籍してた、はい、どんな感情でその決めた瞬間いたんですか。あ、まあ、決めた瞬間は結構嬉しくて、うん、よっしゃーと思ったけど、あれフリップじゃんと思って、ああ、ちょっと抑えて、あ、やっぱりあれ抑えてたんですね。はい、ほんと一瞬忘れててというか、ほんと感情がもうバーッて出て、うわーいったんですけど、おっと思って、一瞬の割に帰ってちょっと、なるほどね。原田選手もね、去年かな、どこ相手でしたっけ。北九州。北九州、フルスだったんですけど、先でゴール決めて、うわって喜んでしまって、喜んでもいいと思うんですけど、はい、その後こう手合わせて謝ってました。そうなんですよ。うわって喜んじゃって、めっちゃ嬉しかったですけど、僕その後ニラステっていう生配信番組やってるんですけど、はい、なんで西堂さんを MVP に選ばなかったの、結構いろんな人に言われまして。すいませんでした本当に。いやでもで、あのゴールも振り返ってもらおうかなと思うんですけど、まあ、米澤選手からのクロスをでしたね、はい、で運動家選手が前で潰れて、はい、で流れてきたボールを最後胸トラップからの左足、はい、あれ結構難しかったですよね、タイミング的にも。そうそう、なんかボールが慌ててて僕も、はいはいはい、お来た、お来た、あ、相手も来てましたもんね、はい、で浮いちゃってるから、あ、浮きましたね、はい、で相手も来てるから、うんうん、早く蹴んないとと思って、とりあえずもう適当に足振って、じゃあ狙ったとかどうっていうよりは、まあ、狙ったとかっていうよりは、そうっすね、もう発作に頑張ったって感じ。もうすげえ、もうだから日頃こう今まで培ってきた経験とかを感覚みたいな感覚でもうですかね、が初ゴール、はい、よかったっす。いや素晴らしい、練習する形でもなんでもないので、いや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 、もう素晴らしかったですよ。もう西蔵さんはね、本当出てきたら何かやってくれそうな雰囲気が五稜純喜よりありますから、はい、五稜選手より、聞こえてない、聞こえてないですあそこに五稜選手がちょっといたのでね、わざと大きな声でちょっと言ってみたんですけど届かなかったから、ね、どうですか、レフティーとしてやっぱり左利き同士って何か意識したり、うん、こう見たりしちゃうもんですか。あ、そうですね、もちろん参考にさせていただいてますし。本当ですか。本当です、ね、冗談抜きです。あ、お世辞抜きで、あ、はい、それを参考にさせていただいたりして、あとはまあやっぱ同じ感じなんで、左利きで右で、あ、なんか共感できるところとかもあるんで、話しながら、すごい、ちょっと僕目線で西条さんをに一言言わせてもらっていいですか。はい、五稜純喜の若い時のプレーが西蔵さんなんですよ。僕は一緒にプレーしてる時、ああ、持ったらとりあえずまず仕掛けることを考えるみたいな最近ちょっとね大人なプレーになってきて、周りを生かすみたいなプレーが増えてきましたけど、もう鹿児島来た当初10年前は
持ったら俺誰にパス出さねえぞみたいな、とりあえず仕掛けて俺点取りてんだ、アシストしちゃったみたいなプレーだったんで、うん、その時のギラギラしたゴリラさん大好きやったんで、うん、なんかその頃思い勝手ながら思い出して頑張ってくれって思いますね。ギラギラしていきたいっす。マジで俺誰って言ったらいけないけど、あれ今の旬で言えば福田美希と、はいはい、それから西条、この2人めっちゃ応援してるんで、頑張ります。また次のゴール期待してますんで、はい、じゃあ抽選で選んでもらいましょうかね、はい、これ5球ですね、ボールが引いた学校に送られます。はい、はい、なので1ゴール1ゴールなんで、はい、1個引いていただいて、もしも自分の母校カードを当てたら、母校はちなみにどこですか。千葉県市原市辰巳台東小学校です。おお、すごい長いじゃあそこに届けられますか。じゃあ、はい、お願いします。 でそれ引いたらもう一回引けますか。あ、本当ですか。はい、じゃあお願いします。すいません。さあ西戸さん、 J 初ゴールのこれ記念すべきメモリアルゴール、どこの学校に来るか。愛良市立お松原松原渚小学校、おめでとうございます。愛良市立松原渚小学校の皆さん、僕も鹿児島にいますけど初めて聞きました。最近できたあのいくつかの学校が、あ、分校いくつかの学校がまとまって、あ、なるほどね。え、すごい、おめでとうございます。すいません、はい、ありがとうございます。じゃあこれからますます、はい、頑張ります。チームのために、自分のために頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。西戸選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、素晴らしい活躍を見せてくれましたからね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あれはチャーのアシストになった。髪にちょっとシャッて当たった感じにはらしいです。このポーズがいいですけど、俺は見て結構評価してます。あ、嬉しいですね。パーマかかってます。